少し前なんですけれども大学生の女性とお話をする機会があって彼女がちょっと悩みがあるから話を聞いてほしいんですそういうのでお伺いしてみると「最近うちの実家やなりが激しいんです」って言うんです。やななりでですかどんな音ですかかどん音って聞くとこれが単なるラップ音とかそんなものじゃなくって異常なんです。 いろんな音が聞こえてきてき家中でいろんな音が聞こえてもうとにかくそれが怖くて怖くてでそれが始まったのがある時期からなんですけど私随分古い家に住んでいて生まれた頃から住んでる家なんですけど小さい頃はそんな音を聞こえなかったんですある時は境に家中でいろんなこ音が聞こえるようになってもう怖くて怖くってって言うんです。 もうこれどうしたららいいのか分からなくてでも家族みんな怖がっているし友達もうち寄りつかないんですよ。ただねある時どうしても私一人で留守番をしなきゃいけない日があって両親が出かけてねもう一人で家のあの家で音の鳴る家で待機してなきゃいけなかったんですけどってそう言うんですね。でその日彼女は震えながらたった一人で留守番をしていたんです。 でもう母親が出がけに作ってくれたご飯を食べてもううささっとと寝てしまおうと思ったんですご飯を食べた後お風呂に浸かって「いやもう早くママパパ帰ってこないかな」「もうお風呂も早く入っちゃおう」そう思っているとパタ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 ,パタとこう廊下をこうスリッパが歩いてくる足音が聞こえて「あよかったママ帰ってきたんだ」って。 予定の時間より早かったんだなよかったよかった」よかったと思って少しゆっくりお風呂に浸かってで出てバスタルで髪の毛をこう拭きながらリビングの方に行って「ママおかえり!」って言うとシーンと静まり返ってる扉を開けるとリビングには誰もいないんです「あれママママ もう家中に響き渡るほどの大きな声でお母様の名前を呼んでみるんですけれども返返事が返ってこないんですうわーやだやだやだどうしようどうしようさっきの足音何だったんだろうってうそう思って「早く寝よう!」う二2階に駆け上がっていて自分の部屋に入ってお布団かぶったかぶった途端にガターンというものすごい音が聞こえてきたんです。 でこの音がどこから聞こえてきたのかっていうと1階の和室の仏間、そこの仏間の襖に何かが当たるような音が聞こえたんです。でこの仏間があるのがちょうど彼女が今眠っているお部屋の真下に当たるんですね。でやだなんだろうどうしようガターンガターンと何度も何度も襖に何かが当たる音が聞こえる。 どうしようって彼女は布団の中でいろいろ考えるんですけれどももうダメだもうここにいたって仕方がないからちょっと確認しようと思ったんです。でこれ話を聞いた時に彼女なんでそんな行動をとったのかなって疑問に思ったんですけれども布団を出て彼女はクローゼットの扉を開けるとその奥から修学旅行で買ってきた木刀をこう。 持ってそれを抱えたまま一階にトン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 と降りていくで、襖がもう少しだけ空いているんですけれども木刀構えながらそこに肩をこう入れてスルッと中に入っていく誰だって誰がいるんだ誰かいるんだったら出てこいよもう乱暴な言葉でね、えー、誰もいない和室で叫ぶもうそれでもしーっと静まり返ってるんです <laughs> 誰だよいるんだろう。 しもう僕と振り回しながら言うとガターン真後ろから音が聞こえてふすまに何かが当たった音がすぐ後ろで聞こえた。でふっと振り向くとほんの少しだけ開いたそのふ,ふすまの隙間何かがスルッと入ってきたんです。うわ誰それとそれ 半年ほど前に亡くなったおばあちゃんなんんですおばあちゃんがそのふすまの間肩を入れてスルッと入ってきて肩がそのふすまに当たってガターンと音を立てる「おばあちゃんなんで?」またガターンと肩を当ててでそのまま中に入ってきましてもうぼ然とする彼女の目の前をスーッと通り過ぎていったかと思うと和室の一番奥の。 仏間の、えー、仏壇の中にですね。すーっと消えてってしまったんです。でえー、おばあちゃんって分かったんだったら、そんなに怖くないんじゃないですか？って私彼女に聞いてみたんです。まあ、確かにおばあちゃん生きてた頃、襖をこう手で開けることを面倒がって、そのまま狭い隙間をこう無理やり入ってガタンと肩を当ててたんです。 ね、その音だって分かってからあおばあちゃんかと思ったんですけどおばあちゃんの姿見たのってそのたった一度きりだったんですそれ以降も部屋中でいろんな音が聞こえるんですけどあれおばあちゃんじゃないですいろんなものが家の中にいてあちこちでいろんな音が聞こえるただねその物音が聞こえるようになったのっていうのがおばあちゃんが亡くなってからなんですねえ一体おばあちゃん うちに何連れてきたんだと思います「もう怖くて怖くて実家に帰るの嫌なんですよ」「私今一人暮らししてるんですけど今度実家に帰ってあの音聞こえたらどうしたらいいですか?」彼女そう言って悩みを聞かせてくれたんですまだ解決策は見つかっていないんですけれども。 最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。